ございます。今ね、銀閣寺の近くに来ております。今ね、朝の8時なんですけど、誰もいないです。 It's 8 AM in the morning and there's nobody around here。着いた。 I made it。 見てください、この素晴らしい景色を。わあ、寒で、僕去年ですね、カメラをちょっと買いまして、この GFX100 っていうやつをね、写真を撮る用と、あと料理動画を撮る用に買ったんですけど、今ちょっとね、これテスト中なのでタイムラプスを撮ってるんですけど、ああ寒いんで撮ったら帰ります。あとせっかくね、銀閣寺の横を通るので、ちょっと銀閣寺も寄りたいと思います。ちょっとね、すみれさんいるかどうかわかんないけど、カカオマジックに行ってみよう。あ、電気ついてますよ。おはよう。おはよう。突撃。お邪魔します。ソイラテ入りました。あ、っていうか、すみれさんは銀閣寺の近くで、カカオマジックというローチョコレート屋さんを経営しております。はい、カカオマジック。はい、これが一押しの、ブッダチョコですね。はい。これからじゃあ、おにぎり屋さん、すみれさんおすすめのおにぎり屋さんに行きます。行ってみましょう。青おにぎり。青おにぎり。青おにぎり。うん、到着。すべてはタイミングって書いてある。おにぎり神社です。すべてはタイミング。行ってみましょう。ホビーはおらないですけど、そう、ね、おにぎりの食べ方がそこに、食べ方っていうかさ、書いてある順序かな。一個ずつ出てきます。パリッとどうぞ。昆布、うん、うん、うまっ。なんか聞いた動画を見てる人に何かあります。変なお店です。それだけ。もう一回行こうか。もう大丈夫です。あ、もういいか。それでいいんじゃない。大丈夫です。おすすめのおにぎり屋さんです。変なおにぎり屋さん、すべてはタイミングです。すべてはタイミング、大丈夫です。はい、それだけで大丈夫。集中して、はい、集中して。ごちそうさまでした。矛盾だらけのお店です。ごちそうさまでした。あなたの心のように。違う違う違う。
大体みんな矛盾してるっしょ。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまでは早速さっき撮った写真を現像してタイムラプスを作りたいと思います。 So I'm going to develop the pictures that I took, and I took 500 pictures in total, and I'm going to make it into 17 seconds of time-lapse movie. いや、これはすごいね。なんか1億画素もいらないのにって思ってたんですけど、これはすごいね。解像度が、あ、英語で言うか、 I was thinking I wouldn't need 102 megapixel, but after looking at these pictures, I would have to change my mind. Is that right? Am I saying it correct?Let me know in the comment. それでは今日撮ってきたタイムラプスの映像をご覧ください。チェロのレッスンなんで行ってまいります。では